皆さんこんにちは。フラボ大好き、ラジコン大好き、プラチニーさんです。今回はイデオンの鈴木だよ。リサイクルショップで懐かしのプラモデルが見つかったんだよ。当時700円で売ってたんだけど、今1650円で買えたので即買いだったね。で、箱を開けてみると白一色だったね。で、一応ポリキャップもついてるんだね。で、製造は1982年、今から40年以上前のプラモデルだね。で、こちらはガンプラの発売とほぼ同時期に発売してるものなんだけど、イデオンはガンガルブとかザンザルブとか、あの敵のキャラは結構いいのがあったんだけど、こちらプラも主人公メカのイデオン自体はちょっとイマイチだったよね。なので、今風に仕上げて改造してかっこよく仕上げるよ。で、肩幅、ウエストを狭めて、足の長さを長くする。それから、足首を一回り大きくする。そのような改造を行っていく。で、今回は、組み立て、改造、全塗装を行っていくよ。さて、太ももの接着をするよ。これは、このように接着剤を両面にたっぷり塗ってしっかり接着するんだ。そしてこれははみ出しても OK だよ。輪ゴムなどで留めておいて、乾いたらヤスリを丁寧にかけていくと継ぎ目も消えてとっても綺麗になるよ。よく乾いたら棒ヤスリで平らにして、その後紙ヤスリではみ出た部分を丁寧にヤスリ分けしていく。最初は400番、200番ぐらいから始めて、最後1000番ぐらいまで落としていくと綺麗に継ぎ目も消えて仕上がるよ。紙ヤスリは僕はいつも100円ショップで買ってるよ。これは10枚セットで100円ってすごい安いよね。いろんなのが入っててとっても便利だよね。さて、腕の組み立てと改造を行う。で、これはなんと腕の付け根の関節は40年前のプラモなのに二重関節になっていたよ。このように腕の付け根が伸びるようになっている。これで複雑な動きができるようになっているんだね。これはすごいね。ここはなかなかよく動くんで、ここは改造しないでおいていいかな。このように肩の付け根が伸びたり縮んだりするんで複雑な動きができるんだね。次は肘の関節を組み立ててみよう。これは3つのパーツで分かれてて、なんとこちらも二重関節になってたんだよ。これはすごいね。当時のガンプラよりもすごいんじゃないか。で、特にこのイデオンの腕はなんか段ボール箱を牛乳パックを重ねたようなデザインなんだけど、これを変な隙間がなく、このように動かせるのは、こんな仕組みがあったからなったんだね。これはなかなか秀逸だね。ここも特には改造もしなくていいかな。このまま活かす方がいいんじゃないかな、ということで、ここは改造しません。そして、頭部の組み立てです。なんか、
設計した人が一緒だからかもしれないけど、顔がジムに似てるよね。で、こちらについては、意外と小顔でかっこいいので、ちょっと削っただけで、大きな改造はしなかったよ。うん、ちょっと削っただけで、なかなかいい感じに仕上がったね。さて、続いて、足首の先にある、とんがった刀のような部分、刃のような部分を改造していくよ。これは、前回、足首を一回り大きくしたので、ここのブレードの部分も、一回り、二回り大きくして迫力を出していこうと思うんだね。で、これは耳ジプラバーをハサミもしくはナイフなどでカットしていくよ。うまくカットができたら、歯の部分をちょっと鋭くするとかっこよくなるよ。なのでナイフで削って、最後は包丁を研ぐみたいにヤスリがけしていくと、とってもかっこよく仕上がるんじゃないかな。まずは大雑把に削っておいて、それからヤスリで整えていくよ。最初は棒ヤスリで粗っぽく削ってから、今度はどんどん細かい紙ヤスリで綺麗に仕上げていく。なんか刃物を研いでるみたいな感じで、とっても鋭く仕上がるよ。元のパーツと比べると迫力が段違いだよね。で、足につけてみるとかっこよくなったよね。なかなかいい感じだよね。さて、外観は大型でしたので、今度塗装をしてみるよ。ビデオは全て黒立ち上げで塗装していくよ。黒立ち上げというのは、まずは最初に黒をべったり塗って、影になりそうな部分を塗っておいて、その後から色を塗り重ねていって、黒の部分を残して重ねていく塗装だよ。こうするとシャドウの部分が残って、とってもかっこよくなるんだよ。なのでまずは黒い部分、影のある部分を真っ黒く塗っていくよ。こんな感じでガングロに仕上がったね。さあ、黒い部分を残しながら、少しずつベースの色、この顔だと白になるよね。白を塗っていくよ。で、これはもし失敗しても塗り直せばいいから、失敗を恐れずどんどん塗り重ねていくよ。このように丁寧に少しずつ塗っていくと、だんだん影の部分が強調されて、かっこよく仕上がっていくんだよ。ちなみに僕がいつも使っているエアブラシは、Amazon でだいたい7000円ぐらいで売ってた、ソウルパワーというエアブラシになるよ。これはちょっと外観が店内に似てるって評判だけど、コードレスで充電式でバッテリーが2つもついていて、音もすごい静かだし、とってもいいと思います。なので、初心者の方とかは、これを買ってやってみるといいんじゃないかな。そんな値段も強烈に高くないし、いいと思うよ。さて、そんなこと言ってる間に、なかなかいい感じにできたんじゃないかな。さあ、よく乾かして、もう一回塗ってみよう。
そうだね、影の部分が残ってるのでメリハリがついて結構かっこよく仕上がったね。じゃあ次は胸部を塗っていこう。胸の部分はベースの赤で塗っていくよ。で、これは特別に色を混ぜて作ったよ。日焼けしレッド、黄色、白を混ぜて特別な色を作って吹きつけていくよ。これも顔の部分と同じように黒立ち上げを行うよ。まずは黒く塗って、それから黒い部分を残しつつ、シャドウの部分を残しつつ、丁寧にちょっとずつ塗っていくとリアルに仕上がるよ。コツとしては、一点に一気に塗ろうとせずに、ちょっとずつこまめに動かしていくとのがコツだと思うよ。続いて腕の塗装をしていくよ。腕も同じように少しずつ丁寧に塗っていくよ。全部いっぺんに塗ってしまわないようにちょっとずつやっていくのがコツだからね。それっぽくなってきたんじゃないかな。影の部分もきちんと残ってるし、なかなか綺麗にできたんじゃないかな。そして胸、腰、両腕のパーツの塗装が終わったよ。なかなかいい感じに塗れたんじゃないかな。次は足を塗っていくよ。次はマスキングテープを貼って細かい部分を筆で塗っていくよ。マスキングテープを貼ると綺麗に仕上がるからいいね。さあちょっと休憩。そしてブレードの部分はエアブラシで黒立ち上げをして銀を吹きつけて塗装したよ。こうすると結構刃物みたいでかっこよくなるんじゃないかな。そして続いて今度は両腕の白い部分を塗っていく。これは元に塗った部分が白い塗料がつかないようにマスキングテープを貼ってから塗装していくよ。さあできたぞ。よく乾かしたらマスキングテープを剥がしてみよう。うん、なかなかうまくいったんじゃないかな。うん、なかなかよく仕上がったね。
さて、大方塗り終わったので組み立ててみよう。うん、なかなかいい感じに仕上がったんじゃないかな。結構かっこいいぞ。この昔のこのしょぼいデザインからかなりかっこよくできたんじゃないかな。さて、続いて墨入れ塗装を行うよ。これはさらにリアルにするために行う塗装なんだよ。今回は墨入れ塗料ブラックをエナメル塗料溶剤で薄めて塗っていくよ。まずは墨入れ塗料のブラックを適当に薄めて筆でちょっとずつ塗っていくよ。このように墨入れ塗料を塗ると きれいに溝の部分とかに流れていくんだ。これは毛細管現象といって塗料がきれいに流れていくんだよね。だからいちいち一本一本線を引かなくてもきれいに仕上がっていいんじゃないかな。そして大胆に塗ってもはみ出た部分や塗りすぎた部分をティッシュや綿棒で拭き取ればきれいに仕上がるよ。この墨入れの塗料のいいところは、墨入れ塗料はエナメル塗料で、実際のベースに塗っている塗料はアクリル塗料で種類が違うから、上の部分を薄めて取っても下の塗った部分は影響を受けないというところがすごいんだね。なので何回でもやり直しが効くっていうところがすごいよね。うん、だんだん墨入れしていくとだんだんリアルっぽくなってくるよね。さあ、次は顔の部分を墨入れしていくよ。このように細い溝の部分もきれいに流れ込んでいくので、とてもきれいに仕上がるよね。もし失敗しても薄め液で薄めて簡単に取れるので、何回もやり直しができるので、何回もチャレンジするといいと思うよ。自分の気に入った影や線が出るまで何回もやり直すといいと思うよ。うん、なかなかよくできたんじゃないかな。そして最後にドライブラシを行うよ。今回は銀のシルバーの塗料を使うよ。これは飛び出た部分や出っ張った部分、ハイライトになりそうな部分にこの銀の塗料をこすりつけてつけることによって、エッジの部分が際立って金属感が出たり立体感が出たりする手法なんだよ。まずはこのように筆に塗料をつけてティッシュなどでギューッと絞る。このカスカスになっている状態でこすりつけていくと、あら不思議、こんな感じでエッジが際立っていくよ。これは結構簡単にできて、なかなかリアルになるのでいい手法だと思うよ。ただし注意しなきゃいけないのは、つけすぎると銀で塗れちゃうのでキューッと絞って拭くことが特徴でポイントで、
Oh!